リアの肖像画家であるフィレンツェで生まれた。父親は作曲家のルイージ・ゴルギジャーニで、母方の祖父、マウロ・ジュリアーニは有名なギタリスト、作曲家である。フィレンツェの美術学校で、ジュゼッペ・ベッツオリに学んだ。その後、ルイージ・のルチーニやシルベストロ・レーガにも学んだ。ルイージ・ムッシーニの私塾の学生にもなった。1850年代半ばから、 フィレンツェの芸術家たちの溜まり場であったカフェ・ミケランジョロに出入りするようになり、マッキア派となるが形の肖像画も描いた。1860年に知り合いで、パリでナポレオン三世の愛人となったカスティリオーネ伯爵夫人に招かれて、パリに移り、伯爵夫人の肖像画を描いた。肖像画家としての評価が高まり、多くの王族や貴族から肖像画の注文を受けるようになった。 ゴルディジャーニが肖像画を描いた人物には、サルデーニャ王国の国王、ビットリオ・エマヌエーレ2世や王女マルゲリータもいる。1867年にロンドンに滞在し、ビクトリア女王とその配偶者、アルバートの肖像画を描き、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの展覧会にも作品を出展した。各地の博覧会にも出展し、晩年にはアメリカにも旅した。 ゴルディジャーニの弟子には、ホスコトリカ、フランチェスカ・マリアーニ、ポンペオ・マッサニ、アルフレード・ミューラーらがいる。ありがとうございます。